ハワード・ウィンストンの銅像ハワード・ウィンストン米は、イギリスの元プロボクサー。ウェールズ・マーサー・ティドビル出身。元 WBC 世界フェザー級王者。1966年に撮影された、ウィンストン試合中のウィンストンアマチュア王者から1959年プロ入り。右の手指3本を事故で失っていたが、左ブローに磨きをかけこれを克服。英国王者から、 英連邦、欧州王者に上り詰め、1965年9月7日、メキシコの赤い高尾センテサルディバルの持つ WBA、WBC 世界フェザー級王座に挑むが、判定負け。1967年6月15日に、再挑戦するも及ばず、同年10月14日、3度サルディバルに挑んだが、12回顧負けで、3度目の、正直はならなかった。しかし、 1968年1月23日、サルディバル引退により、空位となった WBC タイトルを、日本の競合、関三則と争う機会が巡ってきた。共にサル、ディバルを苦しめた元挑戦者同士の対決は、ロンドンで行われ、関の出血による、レフェリーストップで、ウィンストンの9回 TKO 勝ちという、あっけない結末に終わったが、実際には、関の傷は、 深手ではなく、早すぎるストップに激行した前王者、サルディバルガリングに駆け上がり、猛烈な抗議を行ったと伝えられる。1968年7月24日、ホセレグラにご解雇され初防衛に失敗。王者としては短命に終わった。61勝6敗。ありがとうございます。